今週のこんにちは中央区です。トピックスでは平和の街の楽しい集いとボッチャ体験&福祉相談会の様子を、不正情報をお届けする中央ブックマークでは春の全国交通安全運動について、特集コーナーでは築地魚河岸をご紹介します。皆さんいかがお過ごしでしょうか。こんにちは中央区です。キャスターの渡名喜織江です。まずは今週のトピックスからです。3月15日木曜日、銀座ブロッサム中央会館で第30回平和の街の楽しい集いが開催されました。このイベントは昭和63年3月15日に中央区が平和都市宣言を行ったことを記念して、音楽を通じ区民の皆さんに平和の大切さを改めて感じてもらおうと開催しています。今回は心に響く歌声をあなたに、愛しい仲間たちと題して、日本のフォークシーンの黎明期を支えた杉田二郎さん、堀内孝雄さん、万場博文さん、高山源さん、稲葉明さんの5人で結成されたスペシャルユニットブラザーズ5を迎えて行われました。コンサートではブラザーズ5、5人それぞれの代表曲のほか、誰もが一度は耳にしたことのあるフォークソングや青春ポップスが披露され、観客の皆さんを楽しませていました。平和や街、人をテーマにした歌もあり、会場に集まった皆さんはブラザーズ5の歌声に包まれながら、今ある平和について思いを馳せていました。3月18日日曜日、月島区民センターでボッチャ体験&福祉相談会が開催されました。この催しは区内の社会福祉法人で構成される中央区社会福祉法人連絡会が主催し、地域社会に貢献する取り組みとして行われたものです。こちらは日本ユニバーサルボッチャ連盟の指導のもと行われたボッチャの体験会。ボッチャはパラリンピックの正式種目で、ジャックボールと呼ばれる白い目標球へ赤、青それぞれのボールを投げて、いかに近づけられるかを競います。年齢や障害の有無にかかわらず、参加者それぞれの方法でプレーを楽しむことができるスポーツです。ボールを投げることができない方は傾斜のついた道具を使用、しっかりと調整して狙いを定め、見事な投球を決める参加者もいました。この日はボッチャ競技でパラリンピックにも出場した秋元大美さんも来場者と一緒に競技に参加、足を使い巧みにボールを蹴るプレーを見せていました。参加者の皆さんは、さまざまな方とのプレーを通し、誰もが楽しめるボッチャの魅力を体感していました。ここまで区内の話題を2つお伝えしました。中央ブックマークのコーナーです。このコーナーでは区政に関するさまざまな情報をピックアップしてお伝えします。今回は春の全国交通安全運動についてです。4月6日金曜日から15日日曜日までの期間、
世界一の交通安全都市東京を目指してをスローガンに、春の全国交通安全運動が実施されます。運動の重点は、子どもと高齢者の安全な通行の確保と、高齢運転者の交通事故防止、自転車の安全利用の推進、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、飲酒運転の根絶、二輪車の交通事故防止です。この春の全国交通安全運動に先立ち、区では4月3日火曜日午後2時から4時まで、中央、久松、築地、月島警察署と合同で中央区交通安全の集いを開催します。会場は銀座ブロッサム中央会館です。また期間中、区内各地でさまざまな啓発行事が行われます。日程などは区のお知らせ中央3月21日号の一面に掲載されていますので、ご確認ください。平成29年中に発生した交通事故についてはご覧の通りです。負傷者数は全国では減少しているものの、都内では増加しており、区内でも事故件数と負傷者数は増加、そして交通事故で2人の方が亡くなられています。運転者だけでなく、自転車利用者、歩行者も交通ルールやマナーをしっかり守り、お互いを思いやる気持ちやゆとりを持って、日頃から交通安全を心がけましょう。こうした運動や催しをきっかけに、ご家族、友達同士などで交通ルールとマナーについて再確認し、交通事故に遭わない、起こさないように気をつけましょう。続いては特集コーナー、築地魚河岸です。仲卸の皆さんにこの時期おすすめの食材をご紹介いただきました。四季折々さまざまな食材が並ぶ築地魚河岸に、春の旬のものを求めてやってきました。食のプロが選ぶこの時期のおすすめは、いらっしゃいませ。本日紹介させていただく旬の商品はこちらでございます。釜揚げホタルイカです。富山湾の滑川で取れた釜揚げホタルイカなんですけども、産卵直前なので身がぷっくりとしていまして、中の綿がすごく美味しい状態になっております。当店自家製の無添加の西京漬けに漬けることによって、甘みと旨みを引き出しておりますので、ぜひよろしかったらいかがでしょうか。そのおすすめの食べ方は、フライパンでですね、クッキングシートを引いていただいて、蒸すような形でふっくらと仕上げることによって、西京漬けの甘みなど、あと綿の旨みを感じていただけると思います。お客さん、もう一品よろしいでしょうか。旬の食材こちらでございます。駿河湾の由比で採れた釜揚げ桜エビでございます。桜が咲く時期が旬ということで、桜エビという名が付けられているほど旬の食材でございます。釜揚げのお塩だけなんですけど、旨味と甘みがすごい品物になっております。で、食べ方といたしましては、今の時期ですと、新玉ねぎと桜えびのかき揚げで、ちょっとした料理ですとペペロンチーノにさっと入れるだけですごく旨味が増すので、あと一番僕の大好きな食べ方は炊き込みご飯ですね。旨味甘みが米とあってすごい相性だと思います。旬の味存分に楽しめそうですね。はい、この時期私のおすすめはこちらです。トマトなんですけど、言わずと知れた果実野菜の代表格、まあでもただ普通のトマトでなく、こう切ってもらうと分かるんですが、この果肉の甘み、ゼリー状の酸味、このバランスがとにかくよく、作り手さんのこだわりを感じます。別名ヒバリトマトといって、上空をこうヒバリが飛ぶ頃
こう旬を迎え、やっとこう僕らも並べさせていただいております。若干割高ですけど、食べてもらえばもう抜群、リピート続出って感じです。その味わいを生かしたこの時期ならではの食べ方は、おすすめはやっぱりこの時期いいこう新玉ねぎとのこうシンプルなサラダ、この辺がいいかとは思います。トマトは夏野菜というイメージを持つ方も少なくないと思いますが、この時期ならではのおすすめのトマト、ぜひ味わってみてください。この時期おすすめの果物はやっぱりイチゴが中心になりますかね。今日ご用意しているのが赤いイチゴで甘王と、こちらピンク色のイチゴで淡雪、より白いイチゴでパールホワイト、こちらご用意しています。イチゴは衝撃と熱に弱いという商材ですので、ご覧いただくと分かりますけども、肩と肩がイチゴをくっついてますので、できるだけ衝撃を避けていただくということと、あとあまりあったかいと実が柔らかくなってしまって熟すのが早くなってしまいますので、できるだけ冷たいところで保管していただくというのがいいと思います。これからやはり春先に向かってさくらんぼも出てまいります。でこちら一番おいしいとされる佐藤錦、甘みも強くて酸味もあって、で実が柔らかいということで大変好評を博したさくらんぼでございます。でこちらが昨今20年ぐらい前ですからね、品種登録されました紅秀峰というものもご用意しております。さらにもう一品、2月ぐらいから出荷はされてきてるんですけれども、ビアが春先にはとても美味しいんじゃないかなと思います。だんだん果物は時期が進んでいくにつれて値段がこなれてくるという性格の商品なんですけれども、こう春先このぐらいの時期になってくると、だんだんまあお買い求めやすい1000円切るぐらいのところまで価格も下がってきますので、冷やして召し上がっていただければ美味しいかと思います。築地魚河岸で旬の果物、ぜひ探してくださいね。築地魚河岸では旬の食材を扱っているほか、3階にある魚河岸スタジオで直接食のプロから学ぶさまざまなセミナーが開催されています。セミナーの内容、開催日時については築地場外市場のホームページでご確認ください。お魚に野菜、果物と、それぞれの専門家である仲卸の皆さん、築地魚河岸でおすすめの食材を聞きながらお買い物をしたら楽しそうですね。以上、特集コーナーでした。中央区からのお知らせです。春はソメイヨシノや八重桜などが見事に咲き誇る浜離宮恩賜庭園。より多くの区民の皆さんに庭園の素晴らしさを知っていただくため、4月1日日曜日から5月6日日曜日までの期間、浜離宮花と緑の集いを開催します。期間中、区民の皆さんは区のお知らせ中央3月11日号8面にある入園整理券に必要事項を記入し、庭園窓口にご提出いただくことで無料で入園することができます。入園整理券は区役所日本橋月島特別出張所でも配布しています。ぜひご利用ください。さて、お伝えしてまいりました、こんにちは中央区です。今回はここまでです。次回の番組の更新は4月1日日曜日です。それではまたお会いしましょう。